子を盗む話。ある朝父が、貴様一体そんなことをしていて将来どうするつもりだと蔑むように言った。貴様のようなヤクザな奴がこのうちに生まれたのは何の罰かと思う。こんなことを言った。なお父は私の顔を見るさえ不愉快だとか、私がうちにいるために小さい兄弟の教育にも差し支えると言った。父は私が現代の兵害を一人で集めている人間のように言って、だから私あるいは私たちが社会から貧瘠されるのは当たり前だと真正面から平手で顔をピシャリピシャリ殴るような調子で言った。そこで私も乱暴なことを言った。そして久しぶりで泣いた。私はそう言われたことではそれほど感情を害さなかったが、翌日日が暮れると激しい雨の中を二社に身を詰まして家を出た。その時私を頼りにしていた上の妹が泣いていた。それから京橋区のある小さい宿屋で半月ばかり暮らしたが、私はさらに誰からも人になって暮らそうと思い、クワッセのある日、500マイルばかりある瀬戸内海に沿うたある小さい市へ来た。知っている人は誰もなかった。しばらく宿屋住まいをした後で市全体と海と島と一目に見渡せる山の中腹に気に入った小さな貸し屋を見つけて、そこに一人住まいをすることにした。もっとも一度散歩してふと口入れ宿の前に出た時、女中はないかと聞いてみたことがある。その店には大きなばあさんが一人で継ぎ物をしていたが、私が純粋の一人者だということを聞いた後、年はいくつくらいのがいいかと尋ねた。若い方がいいと答えると、眼鏡越しにじろいと私の顔を見上げて、それではないと言った。私は女中を雇い入れることはやめにした。私は大家から鍵を受け取って雨戸を開けてみた。腐りかけた畳の上にエビのような背をした汚いコオロギがじっとうずくまっていた。私はつまだって中へ入っていった。するとその虫が10匹余り一時に部屋の中を飛び回り始めた。しまいにカビの生えた壁へ飛び上がって、そこでまたじっとしてしまった。町から畳屋と提灯屋を呼んできて、畳表と障子紙とを新しく刺した。伝統屋へも電話をかけさせたが、その日はできないというので大家からランプを借りてきた。なおガスも引くことにして、その晩は掃除のできた6畳の部屋でゆったりと静かな気分になって寝床へ入った。何かしらん一人住まいから予期できる自由ないい気持ちがした。私は床の中で読みかけの本を読んでいた。知らぬ間に立ち働いた疲れが出て、私は用途をつけたままうとうとしたと見える。ふと何かに驚いて目を覚ました。置き換えると三寸ばかりの青黒いムカデが今枕の下から這い出すとこうだった。妙にドキリとした。ムカデはたくさんある足を波のように動かして静かにシーズから畳へ降りていった。私は本で叩いたが殺し損なった。ムカデは急に速くなって畳と敷居の一部をほど空いた隙間へ逃げ込んでしまった。それから眠れなくなってまた本を読み始めた。しばらくすると後ろの山田屋で12時の時の鐘を突き出した。私は物心ついて3週間以上東京を離れたことがなかった。ちょうど3年前の秋、急にうちが嫌になって2、3ヶ月京都に住むつもりで、それだけの用意をした大きい荷を持って容疑者で東京を立った。翌朝着くと荷を停車場へ預けたまま一日鹿島探しをして歩いた。汚い部屋ばかりだった。そのうち急に京都が嫌になってきた。そして一晩も泊まらずに、その夕方の汽車で大きな荷物を持ってまた東京へ帰ってきた。私もその時とはだいぶ気持ちが変わった。事情も違っていた。しかしできるだけ不完全な生活から来る不愉快は避けようと思った。何かと必要な世帯道具を求めてきた。机、前腕、
下げ箱、出刃、薄刃、大根おろしのようなものまで揃えた。入り口には名刺を貼り付けた。その下にチョコレートを入れてきた木箱で郵便箱を作って打ち付けた。傷だらけな壁には美しい更紗の切れを買ってきて下げた。それで隠しきれないところには造花の材料にするシュスを打ち抜いた木の葉をピンで留めたりした。景色はいいところだった。前が開けて寝転んでいていろいろなものが見える。すぐ前に島がある。そこに造船所がある。朝からカーンカーンと土の音をさせている。同じ島の左手の山の中腹に石切り場がある。松林の中で石切りが絶えず歌を歌いながら石を切り出している。その声が町の遥か高いところを通って直接に私のいるところに聞こえてくる。夕方、私は伸び伸びして心持ちで永遠腰掛けてそういう景色を見ている。遥か下に商家の屋根の物押しで子供が沈みかけた太陽の方に向いて棍棒を振っているのが小さく小さく見える。その上を五六羽の白鳩がせわしそうに飛び回っている。6時になると後ろの山寺で時の鐘をつく。ゴーンとなるとすぐゴーンと反響が一つする。また小さいのが遠くから帰ってくる。静かな日には4つにも5つにもなって反響してくる。その頃になると前の島の山と山の間から三角にちょっと頭を見せている百貫島の灯台が光り出す。30秒くらいにピカリと光ってまた消えてしまう。造船場の銅を溶かしたような火が水に映る。10時になるとパドス通いの連絡船が汽笛を鳴らしながら帰ってくる。へさきの赤と緑の明かり、甲板の黄色く見えるいくつかの電灯、それらを美しい縄を振るように海に映しながら進んでくる。もう町からは何の騒がしい音も聞こえなくなって、船頭などのする高話が手に取るように聞こえてくる。こういう東京とは全く違った生活が私を喜ばした。私は落ち着いた気分になってしばらく休んでいた長い仕事に取り掛かった。夜中から明けるまでをその時にした。耳の中で起こる響きが自分でも想像しく感じるような夜更けには私も全身で心よい興奮状態に浸ることができた。私は全てと全く差し向かいになるような気がした。こんな夜が半月ほど続くと私はだんだんに疲れてきた。頭が重く肩が凝ってなんとなく不機嫌になってきた。明け方の寝つきにはよくうなされるようになった。熟睡ということがまるでできなくなった。まだ手を入れてないシミだらけな皮付きのひょうたんの肌をそのままに顔の皮膚にした12歳の女の子が木の生い茂った下の小さな御堂の縁側に腰掛けて気味の悪い笑いを浮かべてじっと私の顔を見つめている。私は夢だとは承知しているのだ。そのくせ寄ってくるぞと思った。そう思えば寄ってくるに決まっているのだが、やはり思ってしまう。するとすぐぐっと寄ってきた。近づくと一緒に大きくなってもう鼻の先へくっつきそうにする。急に苦しくなる。もがくはダメだと、その子供が私の鼻先で不意にうつむいた。短い髪の毛が前へ下がる。それがサンダラぼっちをかぶったような粗いこわばった毛だ。顔は見えないが、その乱れた髪の間から気味の悪い赤さをした下唇が下でも出したようにだらいと垂れ下がっているのが見えた。それはもう女の子ではない。50ばかりの汚いババアで、見えなくても髪の毛の裏で笑っているのがわかる。私はこういう時でも夢だとは知っているのだ。しかしそれで脅迫される苦しみは変わりなかった。一生懸命に目を覚まそうと努力する。やったのことでようやく目が覚めると、気持ちの悪い精神の疲労を感じながらしばらくはぼんやりとして深い呼吸を続けている。
しかし、やはり眠い。私は枕元の電灯をつけて、こめかみから額のあたりに我流のマッサージをやる。それで足りないと平手で頭をパタパタ長い間叩いている。そのうちにまたうとうととしてくる。しかしどうしてもそのままに深い眠いに落ち込んでいくことはできない。輪郭のぼやけた薄赤い大きなものが目の前に現れてくる。それは小山ほどに大きなものにも思えたが、いや、それほど大きなものではない、とこんなことを私は考えている。私はまた、うなされるぞと思う。そして、なるべく夢に釣り込まれない算段をする。ああ、これは自分の鼻だな、と気がつく。私は自分が常に薄目を開いて眠っていることを考える。そしてなお注意して、その気味の悪い大きなものを見る。やはり自分の鼻だと思う。そこでまたしばらく気持ちの悪い努力をして目を覚ましてしまう。自分の鼻にうなされるやつもないものだと思う。しかしそのまま眠ればまた同じことを繰り返さねばならない。私は起きてしまう。こういうことが毎晩のように続いた。私もいよいよ参ってきた。仕事はほとんど半分まで行った。私は不機嫌と疲労とを忍んで、ともかくもそれを仕上げようとした。しかし、その出来栄えはだんだんに気に入らないものになっていった。私はぼんやりと部屋の中に転がっていることが多くなった。東京のことがしきりに思われる。私は目的もなしに停車場だの郵便局に入ってみることがあった。今は肩の激しい凝りから15分と続けて仕事に向かうことができなくなった。すぐごろりと仰向けに寝転んでしまう。そして自分で首筋を握ってみる。そこがじきじきと気味の悪い音を立てる。もう心より興奮も全く来なくなった。仕事はますますだるいになる。しかも私は何か知らん落ち着かない気持ちでじっとしてはいられなかった。私はちょっとしたことにも驚きやすくなった。ある晩自分で噛んだ花紙を脇へ捨てると、しばらくしてそれが一人でコロッと転がった。びっくりとした。それは不思議でも何でもなかった。硬い日本紙で細かに畳んだのが、畳目が自然に返っただけのことだった。出刃包丁が気になり出したのもその功であった。私は新聞紙に巻いて氷の中にしまってしまった。私はとうとう仕事を中止することにした。それからはブラブラと無意にその日その日を過ごすようになった。不規律なそういう日を続けている身には、一日と一日との間にほとんど境がなくなった。私は原稿用紙に4ヶ月間の小夢を作って、それを壁へ貼るとペンで一日一日と消していった。仕事をよしてもう2週間になった。それで私の体の具合も気分も少しも変わらなかった。頭は重く、肩はますます凝ってきた。肩の凝りは眠っても、運動しても、あんまをしても、膏薬を貼っても、酒を飲んでも治らなかった。私は抜け門で首を伸ばした間抜けな格好をよくしていた。こんなことをしていては仕方がないと思った。旅を思い立った。私のいるところから天気さえ良ければ、いつも遠く、四国の山々が眺められた。で、その方へ行くことにして、ある朝、たどり着きの汽船に乗った。最初にコンピラへ行った。そこの宝物は私を楽しませた。しかし、本社からさらに奥の家へ行く山道の何百年と経った大きな木のその肌が私の弱り切った神経を脅かした。一度気にすると、それがますます恐ろしくなった。翌日私は高松に行った。私の心は少しも楽しまない。街中の宿屋で明かす一晩が思いやられた。そこでそう遠くないと聞いて、私は八島に行くことにした。ちょうど市の新聞社と電車の会社とが一緒になって八島で宝探しとか
芸者の変装競争とかいう催しをした日だった。電車を置いて山へかかるまでの道では大勢の遊山人とすれ違った。坂道へかかる頃にはようやく人も少なくなった。私は休み休み静かに登っていった。塩浜がだんだん下の方に見えてきた。塩を練る湯気が小屋の屋根から太い棒を立てたように穏やかな空へ白く立ち上っている。一で余りもそれが点々として続いて見える。私の心もさすがに慰められた。しかし宿屋着くと私の気は沈んできた。そこは宿屋というよりは料理屋だった。泊まり客は私一人で風雅のつもりで作ったやにっこい嫌な離れに通された。しかし景色はいいところだった。湯もやに包まれて小豆島が横たわっている。名も知らぬ島々がそこここに静かに浮かんでいる。遥か下には五大力というような船が錨を下ろし帆柱に明かりを掲げて休んでいる。裏の松林の上には月が出た。私はいい景色だと思ったが、それを楽しく感じることはできなかった。私は翌日は友の巣で潜水島の月見をするつもりだったが、嫌になってすぐ帰ってきた。旅は結局何にもならなかった。ある日私は金剛寺という寺の石段の下に上手な鞍馬がいるということを聞いた。傲慢なやつで出漁時は一切しないという話で、私は夕方になって自分でそこへ出かけて行った。50時回大きな男だった。噂通り傲慢なやつで、私が行ってもろくに挨拶もしなかった。そして私の言うことをちょうど医者が患者の容態を聞く時のようにただふんふんと言いながら聞いていた。私が黙るとその男も黙って手探りでキセルを取り上げ、背を丸くして金火鉢に覆いかぶさるような形をしてゆっくりとタバコを飲み始めた。くすぶり返った広い部屋には五色の電灯が一つぼんやりついているだけだった。鴨居の竹の帽子掛けに汚れた子供の着物がコテコテと引っ掛けてある。部屋の奥の隅には2階へ通ずる大きな黒光りのするはしご段があった。その前にこたつがあって、それから隅の方に床が延べてあった。気がつかなかったが、そこに問屋の神さんらしい割に上品な顔をした40以上の女が仰向けに寝ていた。5分ほど経つと、あんまはようやくキセルを火鉢に引き添えて丁寧に置いて、そのままいざってこたつのそばへ行った。布団をちょっと直してそこに私に座れと言った。私は羽織を脱いで座った。あんまは肩へつかまってそろそろと揉み始めた。へえ、これが凝ってるんかいな、冷笑するように言った。そして凝るよりは強い意味のなんとかいう言葉を言った。これは脳を攻めやんしょうと言って、だんだん揉む手を強くしていった。よく肩を凝らすことのある私はどっちかといえばあんまは強い方が好きだったが、これはまた腹の立つくらいのあれは領事だった。腹に力を入れて我慢しても我慢しきれない痛いことをする。よっ、こんな掛け声をしたりする。時々筋肉をつまんでピシピシと気味の悪い音を立たせる。反抗心が起こったが、私の方はこんなことでもしなければとても治りそうにないと思って我慢した。どうじゃ、何分か誰にしたろう。こんなことを言うが、息を凝らしている私にはすぐ返事ができなかった。トトトトと表で余ってれるような女の子の声がした。アンマは私の頭の上でなんじゃと力のある声で答えた。何か小声でぐずぐず言っていたが、私には分からなかった。おかかはどうした？え？子供はまだなんだかぐずぐず小言見たようなことを言っている。はよ上がれ、後ろの世を閉めて。叱るように言われると
女の子はその通りにして上がってきた。一つばかりの色の黒い可愛い子だった。着膨れで倒せば折れ曲がらずに横になってしまいそうな格好をしている。鼻声で何か小言を言いながら寄ってくると、私の腕を揉んでいるあんまの背に寄りかかってかじかんだ小さい手をあんまの襟首の中に静かに差し込んだ。ゴリやろか。ああ、あんまが言った。うん、と女の子は小言をやめてうなずいた。あんまは片手で揉みながら片手でたもとを探った。そして空と半円ほど先の畳の上へゴリ線を放り出した。女の子は静かに父の体を離れてそれを拾うと、また寄ってきてまた何かぐずぐず言い出した。さあ早行けと叱られてようやく出て行った。私はまた仕事に取り掛かった。しかし一日でとてもそれは続けられないことが知れた。仕事を良していると私はますます単調なその日その日が苦しくなった。それは単調よりも全くの孤独が私を弱らしたのだ。私は東京が恋しくなった。長距離電話で誰か友達を呼び出してみようかと思ったこともあった。私は自分の頬の筋肉が緩んでしまったような気がした。もう目ははっきりと開いていられなかった。私は自分が何週間という間朝から晩まで絶えず陰気臭い一つ顔ばかりしていたことに気がついた。怒ることもなければ笑うことも全くない。第一、胸いっぱいの息もしていなかったと思った。ある北風の強い夕方だった。私は人のいないところで思い切り大きな声でも出してみようと思って潮を少し出外れた海岸へ行った。河原焼きの釜が三つほどあった。激しい風を受けて松の木が油のじりじり燃える音をさせながら夕闇の中に強い光を放っていた。私は海へ向いて立った。こんな気分では歌うべき歌もなかった。私はただ怒鳴ってみた。なんだか力のない嫌な声だった。よく声が出ない。無理に出せば妙に悲しい調子になる。寒い北風が後ろから激しく吹きつける。瓦焼きの黒い煙がその風に押し付けられて波の荒れている海面に近くちぎれちぎれになって飛んでゆく。私はメソメソと泣く子供のような悲しい気分になった。それから2、3日してのことだった。その日は穏やかないい日酔いだった。午後2時ごろ私はブライト部長を出て町へ出ようとした。町へ出るには汽車道を通らなければならなかった。踏切のところまで来ると白い鳩が1羽線路の中を首を動かしながら歩いていた。私は立ち止まってぼんやりそれを見ていた。汽車が来ると危ないというようなことを考えていた。それが鳩が危ないのか自分が危ないのかははっきりしなかった。しかし鳩が危ないことはないと気がついた。自分も線路の外にいるのだから危ないことはないと思った。そして私は踏切を越えて町の方へ歩いて行った。自殺はしないぞ。私はこんなことを考えていた。この自分の生活には全く目的がなかった。毎日ただブラブラと暮らしていた。そのくせ東京へ帰ろうとは思わなかった。東京へ帰ってもまた同じ単調な日のことは知れていた。市の小さい芝居小屋に落語の予行があったとき、ある晩出かけてみた。その中に純粋な東京者が一人混じっていた。そいつの言葉が、何々じゃけのとか、何々師範師匠のとかいう言葉ばかり聞いている私には非常に愉快に感じられた。私は時々それを聞きに出かけた。ある晩私はそこで6つばかりの美しい女の子が祖母らしい人と母らしい人とに連れられて来ているのを見た。白い鳥の毛の肩掛けをして母らしい人の膝に腰掛けていた。女の子はその肩掛けを
取ってみたり、首へ巻きつけてみたり、いろいろおもちゃにしていた。そして分かりもしないくせに、みんなが笑うと一緒になって大きな声を出して笑ったりした。色の白い、目つきと口元に大変あ